エジカラ食堂では素材の持つ力を最大限に生かした映像をお届け。一目で満腹の世界へいざないます。雪のように真っ白なヨーグルト、そしてキラキラと光り輝くフルーツ、降り注ぐのは蜂蜜の雨。甘い衣をまとってさらに輝きます。見て楽しい、食べて美味しい、魅惑のスイーツの世界へ連れて行って。鯖江市北野町の鯖江横丁にある UM タイムズ、リゾート感漂う涼しげな雰囲気の店内で世界のスイーツが楽しめるんです。店長一押しのメニューがグリークヨーグルトボールになります。と早速エジカラクイズです。早い。グリークヨーグルトボールのグリークとはどういう意味でしょう。坂本アナ10秒でお答えください。グリークって英語ですかね。グリーク。ヒントは国の名前です。ギリシャ。え、すごい。グリーク。さすが旅行が大好きな坂本さん正解はグリークはギリシャという意味でした。知ってたんですね。グリークヨーグルトの発祥はなんと紀元前ギリシャで牛乳を長期保存できる食材として作られるようになったと言われているんです。日本ではギリシャヨーグルトと呼ばれております。韓国の方でそのグリークヨーグルトと呼ばれており、今とても大流行している最中です。ギリシャヨーグルトを極限まで水を絞ったヨーグルトになります。水分を抜くことによって酸味を減らし、クリームチーズのような特徴があります。真っ白。グリークヨーグルトの上にはシリアルや色とりどりの新鮮なフルーツ、そして蜂蜜をたっぷりかけて、仕上げにチアシードを乗せれば完成です。蜂蜜をかけることによって滑らかな食感を味わい、シリアルなどそのフルーツも食感が違いますので、まあ、どこから食べても違う食感な味になります。グリークヨーグルトボールをさらに美味しくする追加トッピングが蜂の巣。食感がキャラメルのようなものになります。で、食べた瞬間ジュワッと出てきますので、もう一口食べるだけですごいもう満足感が得るような蜂蜜になります。インスタなどを見たり、その口コミなので、ここでグリークヨーグルトが売ってるよっていう声を聞いて来店される方もおられます。さらにもう一つ大人気のスイーツがアサイーボール、うん、今 Z 世代の間で人気が再熱しているんです。そうみたいですね。ちなみにアサイーとはブラジル原産の植物のこと。その木の実は栄養価の高さからスーパーフードとして注目されています。このアサイーのピューレを冷凍したものとマンゴーなどのフルーツをペースト状に、その上にシリアルや5種類のフルーツを乗せ、蜂蜜とチアシードをかければアサイーボールの完成です。これよく酸味がありまろやかな味になります。一回食べるとまた食べたいなっていうアサイーボールになりますね。3日間連続来られた方もおられます。大ファンだ。この他にもドラゴンフルーツやグアバなど南国のフルーツを使ったスイーツが楽しめます。自分のご褒美や仕事帰りの疲れた時に、まあ、あっさりとしたものを食べていただきたいと思っております。爽やかで甘いスイーツの世界のスイーツで非日常感を味わってみてください。彩り豊かで写真映えしそうなのに体もいたわることができる栄養価の高さもあるってなんて幸せなんですか。ギリシャのグリークヨーグルト、こちら食べてみたいな。クリームチーズのようっていうことで、ね、食感が気になりますね。あの蜂の巣と合わせて食べてみたいですね。はい、蜂の巣気になる。あとはアサイーボールなんですけども、あの私実はこちらのアサイーボール大ファンでして。あ、そうですか。はい、自分でも自宅でも作りたいというので先日チア
シードじゃなくてアサイー買いました。それくらい美味しかったのでぜひ食べてみてほしいです。熱い。 UM タイムズは鯖江市北野町の鯖江横丁内にあります。ご予約テイクアウトにも対応しています。営業時間、定休日は日によって異なりますので、店のインスタグラムのストーリーをチェックしてください。ユーザーネームはご覧の通りです。以上、エジカラ食堂でした。食べたい。美味しそう。